右上のアドコンテントをクリック、スチューデントプロジェクトをクリック、サブジェクトを入力、ゴールオブザプロジェクトを入力、インストラクションズを入力。ビデオソースの Find YouTube ビデオのチェックを外して、アップロードはビデオにチェックを入れます。セーブ&アサインをクリック。プロジェクトを割り当てるクラスをチェックして、ポストオン Google クラスルームをオンにして、アサインをクリック。プロジェクトがクラスに割り当てられました。児童生徒のブラウザでクラスルームを開くと、課題が配信されているので課題をクリック。エドパズルのリンクをクリック。右上のスタートプロジェクトをクリック。アップロードビデオをクリック。動画が Google ドライブに保存されている場合は Google ドライブをクリック。端末に保存されている場合、Choose a ファイルをクリック。アップロードする動画を選択して、開くをクリックすると、アップロードが始まります。続いてプロセッシングが始まります。プロセッシングが終わったらエディットをクリック。動画を再生して、問題を挿入したいところで停止。クエスチョンズをクリック。問題を設定して、セーブをクリック。さらに問題を追加するには、コンティニューをクリック。問題作りが終わったら、フィニッシュをクリック。ターンインをクリックすると、提出完了です。教師アカウントで確認すると、動画が提出されています。動画を再生すると、児童生徒が作成した問題を確認できます。超絶簡単です。